グリーンスプリングスは東京都立川市緑町緑地区で立比ホールディングスが建設した新外区2020年4月10日に開業したグリーンスプリングスの商業施設在日米軍立川基地や土地の国営昭和記念公園東側に立比 HD が整備した総面積は約3万9千平方メートル多目的ホール立川ステージガーデンや 空のホテル、テナントビルなど9棟が建設され、延べ床面積は約7万6千平方メートル。多摩信用金庫本店が移転入居した。隣接地には池谷立川などがある。外区全体のデザインは立川の歴史と未来が交差する場所という意味を込めて、X 型の街路を中心とし、 立川飛行場の滑走路をモチーフとした長さ約120メートルカスケード手がい路と多機能ホール屋上をつなぐ。施設内では、立飛が開発に関わった RHM 型系飛行機が一般公開されている。AB、立飛 HD、立川の複合施設開業駅周辺、集客力向上の動きも、 日本経済新聞長官2020年4月10日2020年5月2日閲覧新外区グリーンスプリングス2020年4月開業率比 HD2019 年4月12日魂新新本店本部胸の新築移転コロナ禍を追い風にと飛び続けるホテル戦闘機も製造したその過去とは引く毎日新聞2021年1月21日ありがとうございます